私の大きなアイデアはとてもとても小さなものですが、我々の中に眠っている何百万のより大きなアイデアを解き放つことができます。その小さなアイデアとは睡眠です。この会場にいる多くの皆さんはバリバリ働くタイプの女性、睡眠不足になりがちな女性です。私は睡眠の大切さを身をもって学びました。2年半前私は疲労から意識を失いました。頭に机に打ち、右目の上を5針縫いました。こうして私は睡眠の大切さを再発見する旅に出たのです。この旅路の途中、医者や科学者に会って学んだことを皆さんに申し上げます。より生産的でエキサイティング、かつ喜びに満ちた人生をもたらすものは十分な睡眠なのです。私たち女性がこの新たな革命の指揮を取るのです。眠ることによってトップの座を得るのです。残念ながら男性にとって睡眠不足が男らしさの象徴になっています。先日ある男性と食事をしていたのですが、彼は前夜4時間しか寝ていないと自慢げに語っていました。口にはしていませんが、心に思っていたのは、何それ、もし5時間寝てたらこの夕食もっと盛り上がっていたのにね。今日では睡眠不足が流行っているようです。特にここワシントンで朝食デートをする際に8時でどうと聞くと、大抵の場合は8時は遅すぎるな、まあいいや、テニスをして電話会議も済まして8時に会いに行くよとなります。こういうことで彼らは自分が超多忙で超生産的であると信じていますが、これは誤解です。ビジネス界、ファイナンス業界、政界にもめちゃくちゃな意思決定を行うご立派なリーダーが大勢いますからね。IQ が高ければ優れたリーダーであるとは限りません。リーダーに求められるのはタイタニックが衝突する前に氷山を見つけられる力です。我々は途方もない数の氷山をタイタニックにぶつけてきました。もしリーマンブラザーズがリーマンブラザーズシスターズだったら破綻しなくて済んだのではないかと私は思っています。ブラザーズがみんな忙しく休みなく24時間で働き続けている中、シスターは氷山に気づいたかもしれません。7、8時間の睡眠から目覚めた彼女なら、物事をもっと大きな視野で見ることができるからです。現在、私たちは世界中でいくつもの問題を抱えています。一人一人にとって良いこと、人生により多くの喜び、感謝、充実をもたらし、キャリアにも最善を尽くすことが世界を良くすることでもあるのです。ですから皆さん、どうか目を閉じてうちに眠る素晴らしいアイデアを見つけ、エンジンを切って睡眠の力を発見してください。ありがとうございました。